今行く。早く逃げよう。じきにここは見つかる。蒙古にとっちゃ俺らは手負いの鹿か。すべて忌々しい。お侍、何があった？蒙古と手を組むアキウドがいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、万兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも蒙古に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、アキウドの荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。キウドの荷車だ。猛虎兵、小屋の男らと戦ったのか。アキウドはおらぬか。通行証はないな。猛虎ども、あつちゃさ、どうだ、どうしろ。知らせてやらねば。
遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持った秋人を助けてください。実は弟なんです。なんだと？通行証を奪おうとしたのも全て亀井のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。脇にそれた。秋人はあの中におるはず。用心しろ。ここにいます。動くな。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ、道理で俺が疑われたわけだが、通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。あんなんてことをどうすればいい。
こっちだ、ノブ。よし、やめろ、来るな。すまない、仕方なかったんだ。浅見撃つぞ。
もしあなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と漁師が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。城が近くの百姓の家にいます。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士ということ。あれは火事か。あの家から猛虎だ。探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。遅かった。救えぬ者もいる。ならば敵を撃つまで。戦の前は心を静めろ。待て。焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。
だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。やつらはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。集中する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。ビドルボンドルンテリクスムジェルセン。アダクテキ。慎重に勝負。戦
たえるか。うわまだ来るか。お見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。まさか素手でか。何かに当たるまで本の三日月を出さないか。もし太刀のお手入れをいたしませんか。夢の中で呼びかけ。鎧を仕立て直しましょうか。これで安全です。では。
you
하루
よし。お侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクスシに見せるが、死んでおればムクロを燃やす。足立家と長尾家は滅んでしまった。成仏できるよう祈りを捧げよう。
僧に知らせてやるか。煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか。加減はせんぞ。誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。
やがっ。俺も聞こえた。うっ、よけろ。米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった、はあ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。対馬が猛虎に乗っ取られたとしても、仏を拝んでも。ご遠慮なくご覧ください。また頼むぞ。どうかご苦労を。さあどうぞ見ていってくださいよ。お目が効きますね。恐れながら数が足りませんね。これほどの品はありません。またいつでもいらっしゃってください。岸平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが。
猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。友田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。次々と囲まれるなよ。肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。
良い案が浮かぶやもしれぬ。相も変わらず強引だな。歩くのこっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。体お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。もらい行くぞ。宿営は近い。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前ら、龍造様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、大はなかった。いいさ、ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、お前ら行くぞ。